どうも、ドズルです。はい、ということで今日はですね、ちょっとスペシャルゲストに来ていただいているんですが、自己紹介お願いします。はい、どうも皆さん、こんにちは。ケイスケ実況局のケイスケです。よいしょー よいしょー。ケイスケさん、めっちゃ長い仲なんですけど、実は初コラボ そうなんですか 初コラボですね。しょっちゅう LINE とかしたりとか、そうですね、オフイベントで会ってるのに、初めてっていう、初めての、コラボ企画でございます。そうなんですよ。今日ケイスケさんから持ち込み企画があるという、私ケイスケ、一応ですね、スパセル系実況者の中で、検証系実況者としてやってるわけですよ。いろんなネタやってますね。やってますよ。そこでね、今日はですね、視聴者様からいただいたリクエストをやりたいなと思います。いいですね。何やるんですか？はい、あのですね、いただいたリクエストが、両者お互いに同時に川の前にアサシン U のを出します。ほうほうほう。そしたら川の上で激突するのか、これをね、検証してみたいなと思います。これ、ね、予想していいですか？はい。しない。多分、あ、いやでも、分かんないか。お互いターゲット取って、こうなるってわけですね。なる可能性もあるし、ひょっとしたら川の上でぶつかるっていう可能性もあります。確かに、分かんない。分かんないですよね。分かんない。じゃあやりましょう。なので、やってみましょう。分かりました。これも、なんか、オチができるまでやるっていう。マジですか？ひょっとしたら、クソ企画になるかもしれません。それはもうボツになってるんで。はい、やっと初のコラボ。ああ、そうです。そんなことはないです。はい。はい、じゃあフレンドバッターいきますよ。はい、いきましょう。はい、トゥン。はい。これね、はい、結構ね、タイミングシビアだと思いますよ。そうですね。はい、なので、一斉の背で出しましょう。オッケーです、オッケーです。はい、まずあります。あ、じゃあ回してください。はい、回します。あと自分、ドズルさんとフレバトするの初めてなんで、ちょっと一回キングタワーにザップ落として舐めぶします。なるほど、なるほど。はい、オッケー、言うの来ました。いいですか？え、どこら辺、どこら辺出します？川の真ん中、真ん中の位置。そう、そこ、そこそこ。こういいですか？こういいですか？いきますよ。いっせーのーせ。はい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 。ええなんで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 、これちょっとね、怪奇現象でありますよ。ちょっと待って、もう一回やるよ。もう一回ミラー、ちょっと待って、いやミラーないです。ちょっと待って、あ、はい、回しましょう。これはね、結構面白いかも。ちょっと待ってください。瞬間移動しなかったですよ。そもそも U のだとお互いターゲット取らない説。いきますよ。はい、じゃあ行きます。いいですか？はい、いきます。 OK です。いきますよ。いっせーのーせ。どうどう、完璧。すげえ、これ。端の方に向かっていきましたよ。すごい、これは。これすごいじゃん。すごい。全く瞬間移動しない言うのっていう。なるほど。鉢合わせると、端まで、両方お互い行くんすね。これは新しい発見ですね。そうですね。ちなみにもう一個やっていいですか？はい。言うの出て、何かユニットがいたら、こっちに行くんですかね？あ、なるほど。もう一個だけ、それだけやらせてください。両者、U の U のを出して。U の U の出して、僕がアイスゴリ出します。はい。面白くなかったか。初コラボなのに。さあ、言うの来てます。オッケー、来てます。アイスゴリも来てます。ちょ、これ行ってから。はい、行きましょう。いいっすよ。はい、行きます。いっせーのーせ。こう出して、はい、で、アイスゴリ出すと、おー、すげえ、すげえ。なんでなんで、何これ何これ。今のはね、わけわかんない。今のわけわかんない。わけわかんない。まあ、多分ケイスケさんの言うのが、アイスゴレでこうターゲットを取ってやる気出した瞬間に、こっちの言うのもやる気出してぶつかるっていう。すごい映画撮れた。これ謎仕様ですね、ちなみに。本当にすごい、ゆっくり検証したかったですね。いや、まあ、ということでね、今日は検証企画をやらせていただいたんですけれども、結構ケイスケ実況局では、こういったネタ系だったり検証系っていうのをたくさん上げてるんですよ。はい、そうですね。なのでね、ぜひとも皆さんチャンネル登録お願いします。お願いします。好きっすよ、僕、そういうの。はい、お願いします。ということで、はい、下の概要欄にね、ケイスケチャンネル、ケイスケ実況局、URL 貼っておくので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。想像しない感じでしたね。